山日記、その一。堀り立つを。九月三日。夕べ二時ごろ、杉川ばかりの天井裏で、何かごそごそと物音がするので、思わず目を覚ました。ちょうど僕の頭の真上の辺。ネズミだろうくらいに思って、やがてもう音がしなくなったので、 またすぐ寝てしまった。朝、起き抜けに、今日こそ一つ仕事をしてやろうと思って、霧の中を少し散歩をして帰ってくると、僕を迎える女房たちの様子が、ちょっとばかり変なので、どうかしたのか、と聞いても、なかなか白状しない。何か、僕の嫌がることがあったらしい。が、 とうとう白状した。今朝僕が散歩に出た後で、僕の部屋の雨戸を開けてみると、ひさしから変な白いものがぶら下がっている。よく見ると、二尺ばかりの蛇の抜け殻。どうしてこんなものが、こんなところにあるのだろうと、不審なまま。僕が蛇の大嫌いなのはみんな知っているので、留守の間に片付けておいて、 僕には黙っていようと申しあったのだそうだ。僕はそれを聞いた途端に、もうすっかり忘れていた、昨夜べ天井裏でごそごそやっていた物音を思い出した。どうもネズミにしては少しおとなしすぎると思ったが、ことによると、その蛇のやつが、その時ちょうど僕の頭上で脱皮したのかもしれない。 僕たちのコッテージの周りは何しろ谷の上だから少しは蛇も出るだろうと覚悟はしていたが夏中一遍も見かけなかったのでいい具合だと思っていたら夜中に屋根裏へ這い込んでいようとは本当に知らぬが仏もうその蛇はとっくに出て行ったろうがそこの窓枠に手をついて背伸びをしてみるとまだ ひさしの穴から気味の悪い抜け殻の切れっ端がひらひらとしている。さっき急いで引っ張ったら途中で切れてしまった。それだけで二尺余りも。あったのだそうだからよほど大きなやつだったのだろう。まだ残っているのは首の方のよし。蛇の抜け殻を見るのは縁起がいいのだそうだが、 どうもそいつがブラブラ下がっている窓の下で勉強をするのは平行だから、勉強にいるようなものはみんな広間に移して、しばらくその一隅を仮の書斎にしつらえた。そんなことでうかうかしているうちに、午前中、せっかく仕事をやろうと思っていた気分がめちゃくちゃになってしまった。午後、アビルシン君来訪。 霧の中を歩いてきたので、だいぶ上着がしっとりしているようだし、家の中も今朝からなんとなく湿っぽいので、暖炉に火を焚いた。早速、アビル君を捕まえて、今朝の出来事を話して聞かせる。が、君はそう驚いたような顔をして聞いてもいない。こんな山住まいでは、ごくありきたりの出来事のようにして、静かな様子で聞いている。 それから、アビル君が話を引き取ったが、何でも君たちが数年前借りていたコッテージには、屋根裏に小さなコウモリが住まっていたこともあったそうだ。夕方、君の妹が鏡に向かって髪をいじっていたら、なんだかその鏡の中を黒い影がスースーと横切るので、振り向いてみたら、それがそのコウモリだったという。 それにしても、あの蛇はまだ天井裏にいるのだろうかね。いや、脱皮してしまったんだから、そりゃあ出て行ってしまっているよ。そうだろうな。暖炉ではもう火がぼうぼう音を立てて燃え出していた。できるだけ威勢よく燃えて、俺のうちの蛇なんぞをビクビクするようなケチな根性を燃やしてしまってくれるといい。 しばらくそれから二人とも黙って火を見守っていたが、やがて私の唇をついて、コウモリは自分自身を恐れるかのように空中にはためき出る。そうして茶碗にひびが入るような具合にコウモリはかすめすぎる。時期に似た夕闇を横切って。というしくが一人でに浮かんできた。 こないだちょっと読んだ、リルケの、ドゥイノヒカの中の一句だが、そういえば、先日、ハガマユミ君が来られての話に、もっか、そのリルケのヒカの、善悪に着手せられ出しているとのこと。こういう、今の生きることの難しいような時に、あの、生への悲痛なる参加とも言うべきヒカを、私たちのために紹介してくれることほど、 有意義な仕事はあるまいと思える。その大いなる仕事を始められようとしている芳賀君はは、甚だ元気だった。僕は君を大いに羨んだ。夕方、アビル君が帰ってから、僕は霧のために早めに薄暗くなり出した小屋の中に、いつまでも燃え残りの火を守りながら、ぼんやりとしていた。どうも、 今朝片付けてしまおうと思っていた小さな仕事を、これからすぐにでも取り掛からなければならないのだが、それが急に嫌になった。ろくな仕事をコツコツやるより、こうやってぼんやりしながら、ヒカのことだの、僕が近いうちに身を打ち込んでやりたいと思っている仕事のことだのを考えている方が、まあどんなにいいことだろう。いつものことながら、 そういう自分が本気でぶつかろうとする仕事の日々が近づいてくれば近づいてくるほど僕はいよいよ怠惰になって自分でもどうしようもないくらい無意を極めるそうしてもう完全に怠惰に無意になりきった時やっと仕事に手がかりができるそれまでそうやって何もせずにじっと待っているのがさすがの自分にも いかにも苦しい。しかし、今の自分には、他にはどうしようもないのだ。アビル君の話では、蛇は脱皮する前に、必ず反水状態に陥って、あらゆる動作が極めて鈍くなるのだそうだ。僕なんぞのも、ひょっとしたらその類いかもしれない。あんなに蛇を怖がっていたばかりの僕の、 ちょうど寝ている真上でもって、その蛇が夜中に脱皮をしている物音を聞きとがめながら、それとは知らずに平気で寝ていたなんて、どうも知らぬが仏とはいえ、僕にとって何かの随調であればよい。